Uber Eats だ。今日も昨日もその前も Uber Eats は爆安オファーを飛ばしてきている。どうなってやがる。分単価20円だと？子供のおだちんじゃねえぞバカ野郎。それと本当かどうかは知らねえが、動画のコメントにインボイス制度に登録してない配達員は報酬が安いって書いてあった。おお、岸田のおっちゃんのせいなのか。おお、おっちゃん、おっちゃんも一回配達してみて、俺たちの気持ちってやつを理解してみてくれ。どうなってやがるバカ野郎、この野郎、バカ野郎、この野郎。さて、このネタモノマネ似てないですし、本家に怒られても嫌なんで、この辺で使うのやめとこうかと思います。おはようございます。2月9日金曜日です。現在の時刻が夕方4時になったところ。はい、はい、合ってます。はい、ありがとうございます。はい、お預かりします。こんにちは、ウーバーイーツです。番号をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。お預かりします。はい、オンラインにしてすぐ呼んでくれましたウーバーイーツさんのダブル案件です。まず1店舗目がバーガーキング4モール八千代緑ヶ丘店さん、2店舗目がミスタードーナツ4モール八千代緑ヶ丘店さん。今両方ともピックアップ完了してお届け先習志野台方面に向かっております。4時29分ダブル配達完了しまして、次は決まっておりません。今日は前回の動画に引き続き Uber さんの平日の報酬価格帯を調べてみようかと思っております。まあ他のプラットフォームもやりますけど、なるべく Uber さん多く稼働したいかなと思ってます。お次は4時36分になってくれましたマックスバリュー習志野台店さん。はい、ありがとうございます。お預かりします。ピックアップ完了しました。お届け先は薬園台方面です。この交差点ですね。昨日の夜僕の友人ここで交通事故に遭ってます。もらい事故ですね。その話はまたちょっと後ほどやろうかと思います。分単価21円かなこれ、弥生券。とりあえずお断りしちゃいましょうかと思いきや、今度はダブル案件で分単価29円。距離長いけどこれは行っちゃいましょうか。4時50分配達完了しまして、お次譲ってくれてるのはダブル案件です。まず1店舗目がガスト習志野台店さん。はい、はい、ありがとうございます。お預かりします。ダブルピックの2店舗目ピザーラスタイル習志野薬園台店さんです。はい、はい、ありがとうございます。お預かりします。ダブルピック完了しました。最終お届け先は美山方面です。で、最初に似てないモノマネでウーバーさんの愚痴こぼしましたけれども、今週の平日雪の影響がなくなった水曜日以降、予想通り激安ですね。もうダブル案件とかだと分単価20円当たり前みたいな形でウーバーさんオファーを飛ばしてきております。ただね、今配達してる案件みたいにそれなりの金額のものが混ざってくるんですよね。5時30分ダブル配達完了しまして、次は決まっておりません。で、今配達を終えたダブル案件が分単価29円、その前に拒否したシングル案件が分単価21円ということで、訳のわからない展開になってるんですけれども、今日撮影する前、撮影開始する前に昼ピーク2時間半だけ稼働してるんですが、その中に飛んできたウーバーさんのオファー、やはり結構こんな感じ。基本的には激安オファーなんですけども、一部まともな金額が混ざってくる、そんな展開になってます。
で、昨日おととい水曜日木曜日はどうだったかと言いますと、基本的には今日と同じ分単価20円ちょっとの激安オファーを飛ばしてきて、まあ今日ほどではないですけど、たまに少しいい金額のオファーが混ざってくる、そんな感じになっておりました。これは一体どういうことなんでしょうね。ウーバーさんが基本的には最初まず激安オファーを飛ばして、まあ配達員が何人か断っていったら、それが少しずつ価格が上がってく、そんな感じになってるんでしょうか。なってくれた。行きましょうか。はい、20分間が空いてしまいましたが、5時50分マックスバリューなら篠台店さんが呼んでくれました。はい、ありがとうございます。お預かりします。ピックアップ完了しました。お届け先は芝山方面。おっと、ピックアップ後の追加オファープラス7分プラス 0.8 キロ、行っちゃいましょう。多分これ同じお客様へのお届けシリーズですね。はい、ショートの追加オファーを受けました。まあ一応クエストもねクリアを目指している、第一段階だけはクリアしようと思ってるんで、これくらいの距離の追加オファーであれば行っちゃおうかなといったところです。追加オファーが飛んできてくれたのがローソン北奈良市の駅前店さんです。同じお客様へのお届け PPDW の形。このお客様この間雪の日にもお届けしましたね。同じように PPDW でした。スーパーマーケットとその時もローソンさんの組み合わせ、ほぼ毎回あれなんですかね、お使い案件 Uber さんで頼んでくれてるのかもしれません。はい、はい、ありがとうございます。お預かりします。ローソンさんも受け取りましてダブルピック完了しました。お届け先芝山方面で、今回の案件シングルの時点では分単価27円ありましたね。ウーバーさん金曜日になって報酬レート上げてくれた。いやいや、そう考えるのはさすがに時期尚早ですよね。ついさっきまでシングルで分単価21円なんてのが飛んできてましたので、この案件もおそらく何人か配達員断って少し上がって飛んできたと考えるのが無難なのかもしれません。先ほどのダブル配達完了してから2分ほどで鳴ってくれました。6時13分です。呼んでくれたのが中尾北奈良市の駅前店さん。結構な高額出してくれてますね。 6.9 キロ29分ですけれども、1320円報酬のシングル、これは一体どういうことだ。はい、カツ丼サラダごまだレッシング豚汁プリンでよろしいですか。はい、合ってます。ありがとうございます。こちらです。はい、ありがとうございます。お預かりします。ありがとうございます。追加オファーは断りましょう。ピックアップ完了しました。お届け先は三崎方面です。で、受け取る直前に追加オファー入りましたけれども、ケンタッキーさんプラス20分かかる案件で分単価20円にも満たないということで断りました。まあクエスト考えてね、ショート7、8分くらいまでのプラスだったら受けますけれども、さすがにねこの時間かかってこのレートでは受けられません。で、一つ前のマックスバリューさんのダブル案件、それがオファー飛んでくる前に20分の無音があって、今回受けてる中宇さんもオファー受けてからお店に到着するまで15分近くあったんですが、その間に追加オファー飛んでこないでお店着いてようやく1件なってくれたということで、決してなりは良くなさそうなんですよね。配達員と注文のバランスって考えると配達員が余ってるんじゃないかなと思うんですが、じゃあなんで今回の案件1300円超える高額が出てるのって考えると、やはり他の配達員何人か断って上がったのかなっていう感じ。まあお届け先がね三崎なんで、ドロップ先としてはそこまで人気がない場所ということで、何人か断ったんじゃないかなっていうふうに思います。6時42分配達完了しまして、1300円超えの報酬ありがとうございます。ただ次は決まっておりません。まあ場所も場所ですし、何も決して良くなさそうということで仕方ないですかね。次を待ちたいと思います。まあそこまで悪くはないんですよね。
はい、6時48分になってくれました。呼んでくれたのがすき家芝山店さん。先ほどの三崎行きの案件が完了したのが6時42分ということで6分待ち。まあ6分くらいの待ち時間であればね、ドロップ先がそんなに良くなかったとしても高額だったんで行って正解だったのかなというふうには思います。でもって今回の案件が15分で409円。まあ分単価で言うと27円ですかね。それなりの金額今日は出してくれてるのかな。追加オファーは拒否ですね。14分かかりますし、分単価は19円しかありません。こちらシップセットでもう一枚カードついてます。はい、わかりました。じゃあ袋お二つですね。はい、ありがとうございます。お預かりします。はい、安定した報酬出してくれるのかと思いきや、次は 5.7 キロ25分570円、いかないです。分単価22円。はい、さらに分単価22円飛んできました。マクドナルド船橋東洋華堂店さん、お断り。7時8分すき家さんの配達完了しました。で、安い報酬の案件2件断ってしまいまして、次は決まっておりません。さっきね、今日は報酬安定してるのかななんて言いましたけど、やはり基本的には安い報酬でオファーを飛ばしてきてるみたいです。はい、お次は分単価20円9キロで38分763円のダブル、いきません。分単価21円のダブル、621円29分 5.2 キロ、これも我慢しちゃいましょう。35分で1450円、これは高いけど11キロで白いでしょ。さすがにちょっとやめとこうかな。これさっき一度飛んできたのと同じで金額も変わってないかな。分単価21円、これも断っちゃいましょう。24分748円、まあ距離単価だと100円しかないんですけどね、とりあえず落とし所で1回行っちゃいましょうか。はい、断り続けていたら20分ほど経過してしまいまして、7時29分です。呼んでくれたのがとんでもない角煮丼、ほうとん習志野台1丁目店さん。まあそれなりの分単価出してくれてますけど、距離単価は安め。でもって行き先また三崎ということで、おそらくこれも何人か断って少し金額上がったんじゃないかと思います。はい、追加オファーは分単価20円で18分いかないです。はい、ありがとうございます。お預かりします。ピックアップ完了しました。お届け先は三崎です。ということでね、やはりある程度いい分単価出してくれる案件っていうのはそんなに行きたくないかなと思わせられる案件ばかり。やっぱウーバーさん基本的には全ての案件最初は安くオファーを出して、他の配達員が行かなかったりすると上げてくる、そんな風にやってるんでしょうね。これは、はい、33分 7.3 キロ821円のダブル、これもいかないです。分単価一応24円くらいはあんのかな。まああんま人気なさそうな案件だから、これでも少し報酬上がってるのかもしれないですね。はい、分単価20円のダブルいかないです。7時50分配達完了しまして、次は決まっておりません。ということでウーバーさん平日報酬出す気は全くなしと。とりあえずシングル案件であれば最初フレッシュな案件は分単価で20円台前半を提示しますと、複数案件であれば20円前後を提示しますと。1人が断ってからなのか、ある程度の人数が断ってからなのかは分かりませんが、行く配達員がいなければ徐々に上げてきます、そんなスタイルみたいですね。はい、ココイチさん24分573円分単価24円あんのかな。ただ 8.5 キロいかないです。まあちょっと気になるのがね、先週先々週平日都内に出て稼働してる日があったんですけど、やはり激安報酬飛ばしてきて爆なりだったんですよね。いくらでも注文は入ってくる、誰も行かないからみたいな感じで。ただね、その時にはなかなか報酬上がってこなかったんですよね。あれはどういう理由なんだろう。やっぱ都内の方が注文が多いからフレッシュな案件で溢れてて、なかなかその報酬が上がった熟成案件が自分に回ってこなかった、そういうことなんですかね。
はい、ガスト奈良市の大店さん16分386円、安いな。でも一応分単価24円、とりあえずこれいっちゃいましょうか。はい、というわけで8時1分に呼んでくれたのがガスト奈良市の大店さんです。まあ比較的ショートな案件だったんで受けましたけど、何にしても報酬レートなかなか厳しいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。お預かりします。はい、分単価20円のダブルいかないです。8時15分ガストさんの配達完了しました。配達直後に意見になってくれましたけど、分単価20円のダブルということで断りました。でさっきのね、平日の都内で激安案件ラッシュが出てる時になかなか高額になって飛んでこないという話なんですけど、まあもしかしたらね、複数案件ダブル案件とかが都内は当然多くなるんで、その組み合わせを変えて安いままフレッシュの案件としていろいろオファー飛ばしてきてるのかもしれませんね。はい、まあ全て今日言ったことは僕のオカルト予想ではありますが、はい、時刻も8時20分近くなったということで、ここからは出前館等も立ち上げながらやってみたいと思います。はい、8時22分になってくれました。 Uber Eats の方でロッテリア北奈良市の店さん、分単価は28円あります。ただやっぱ行き先三崎ですね。人気ないのかな。こんばんは、ウーバーです。はい、こちら届かれします。はい、ありがとうございます。お預かりします。いや、前の車が爆音響かせてますね。もう音割れちゃってるけどいいのかなっていう感じですけど、しかもね、さっきから結構蛇行を繰り返してるんだけど、うん、尿検査した方がいいですね。芝山店さん16分387円、分単価24円、あるけどあるけどあるけど行っちゃおうか。はい、追加オファー、分単価30円超えてますけどね、鎌ヶ谷は行きたくないかな。というわけで追加オファーは断ってしまいましたが、譲ってくれてます。すき家芝山店さん、16分かけて300円台の報酬かよっていう話ではありますけれども、今ドロップ先が三崎だったんでね、芝山方面に移動できるならまあありかなということで取ってます。あとはね、今の配達中に目の前にいた車かなり行っちゃってたんで、その爆音で僕の頭も少しやられてしまって簡単に受けちゃったかな、そんな気がします。はい、はい、ありがとうございます。お預かりします。はい、分単価21円、びっくりドンキーさんのダブル 8.3kg760円、いかないです。はい、びっくりドンキーさん17分401円、分単価23円、やめときましょうか。8時57分、すき家さんの配達完了しました。で、安い案件いくつか蹴っ飛ばして次は決まっておりません。映像に残してない案件も蹴ってますので、7、8件蹴っちゃってる形になってるかもしれないですね。で、さっきね、配達中に行っちゃってる車が目の前にいた話があったと思うんですが、動画の最初の方に少しお話ししたんですけど、昨日僕の友人もらい事故を起こしてるんですよね。その相手もかなり行っちゃってる人だったみたいです。308円のショート、はい、これは行っちゃいましょう。はい、9時4分サンティ北奈良市の店さん呼んでくれました。ピックアップ向かいます。で、事故の話、昨日の夜10時半くらいですかね。はい、地元の配達員の方で見た人もいらっしゃるかもしれませんが、僕の友人もらい事故を起こしてます。場所は奈良市の台になるのかな、あの住所は成田街道ですね。後楽園さんとかトンデンさんのそばです。その事故、もらい事故なんですけどね、相手の何が言っちゃってるかと言いますと、お酒を飲まれてたようですね。もうまあ一応モザイクかけますけどね、晒します。この後こんな感じ、酔っ払ってんじゃない、お酒飲んでます、飲んでないよ、酒なんか。
なんかちょっとお酒の匂いするんですよ。ほら、ほら、出て。次から次から回しちゃってよ。了解。ちょっと、ちょっと待ってね。これ、もうこれ以上運転させられない。ねえ。酔っ払ってるでしょ。降りて。まあ映像を見た感じでわかると思うんですけど、明らかな酔っ払いですよね。警察の方もお酒の匂いがすると言ってましたけど、僕の友人がね、証拠のために映像を残したんですけれど、まあ友人の方はね、右折レーンで止まってたと、そこにわざわざ方向を変えて突っ込んできたみたいですね。こんばんは、ウーバーです。サンティさんの配達完了しまして、お次はすぐに出前館が呼んでくれました。某信頼さん、ピックアップ向かいます。で、さっきの事故の話に戻りますけどね、友人の方はまあ骨折とかそういう大きな怪我はないものの、多少やっぱ体にムチ打ちとかダメージはあるみたいで、事故はやっぱ怖いですよね。ただね、こういうもらい事故は防ぎようがないっていうのもありまして、僕らもやっぱね、配達で年がら年中運転してるわけで、対策取れと言われても向こうが勝手に突っ込んでくるものはどうしようもないなっていうのがあるんですが、僕もね、2年近く前になるかと思うんですけども、事故をもらってます。僕の場合の事故は釜を掘られました。一応ね、ウーバーの配達中ではありましたけど、オファー受けてない状態、依頼受けてない状態だったんですけどね、まあ運転してて前に軽自動車が停車しました。その後ろに車間少し開けて止まって、しばらくしたら後ろから軽トラがドッカン突っ込んできた、そんな感じなんですけどね。前の車と後ろの車に挟まれて、原付少しくの字に曲がって僕は挟まれちゃったような感じです。で、その後どうなったかと言いますと、胸と腹部打ちつけてたんで救急搬送されまして、いろいろ調べてもらった結果、一応内臓とかに損傷はないよと、肋骨にひびが入ってたのと、右手首が捻挫してましたと。まあ右手首の痛みは1ヶ月以上引かなかったかな。まあ幸い大事には至らなかったんですけれども、原付バイクの方は廃車になってしまいました。しかもね、相手が無保険だったんですよ。自賠責しか入ってなかった。相手が任意保険に入ってないということで、まあもちろん請求は全部しました。医療費、バイク代、休業保障。ただね、最終的には自賠責の方で補填してくれたもの以外はほとんど回収できませんでした。お金持ってないの一点張りでね。訴訟とかも考えましたけど、もう途中で面倒になっちゃいましてね、そんなことに使う時間あるんだったら、もう自分でバイク買って配達再開したいわっていうふうに思っちゃって、最終的には泣き寝入りしたということなんですけれども、その時に思ったこと、自分の方の任意保険ですけどね、いいのを入ってた方がいいです。僕の場合ね、釜掘られたんで自分の過失割合ゼロだったんですよ。そうするとね、自分の保険会社動いてくれないんですよね。まあ僕が入ってた保険の携帯だと動いてくれないということでね、仮に弁護士特約とかその時つけてたら全部任せてやってくれたはずなんですけど、それは入ってなかったみたいなんで、まあ結局ね、自分でやるしかなくて、途中でもういいやっていう風になっちゃったんですけど、こんだけの時間ね、配達に使ってるんで危険なことも多いですし、もらい事故本当に防ぎようがないんでね、まあせめて弁護士特約ぐらいはついてる保険に入ってた方が良かったかなって、その時に思いました。こんばんは、出前館です。はい、五目ラーメンと餃子。はい、はい、ありがとうございます。お預かりします。はい、お次も出前館になってくれました。10分ほど間が空きまして、某マクドナルドさん。はい、ありがとうございます。お預かりします。おっとっと、結構いい金額出てますね。配達員みんな報酬安くて辞めちゃったかな。先ほどの出前館の配達完了しまして、少し間が空いてしまいましたが、10時3分呼んでくれました。 Uber Eats の方です。吉野家奈良市の大店さん。
から唐揚げ弁当、ご飯増量、はい、1つでも間違いないです。はい、待ってます。ありがとうございます。10時20分、吉野家さんの配達完了しました。これで今日の配達終了しようと思います。あまり長い時間稼働しておりませんが、明日週末土曜日1日お休みありますので、そこに備えたいと思います。というわけで簡単に結果発表と行く前にクエストの話しましょうか。来週のひまたぎクエスト発表されておりました。僕は今までねマックス140回のひまたぎクエストだったんですけども、来週100回に下げられました。まあそれは覚悟の上で、先週とかねウーバーさんをサブに回して出前館中心にやってたんで文句はないんですが、はい、例によって1件平均75円の外れクエストではありますが、さらに下げてきましたねウーバーさん。まず第1弾目が70回で5250円、その次が15回で1250円、ここまでは一件平均75円、最後の15回1000円ということでね、一件平均66円にまで下げてきました。どうなってやがる。まあウーバーさんね、約1600億円の黒字を計上してるみたいですけれども、いよいよ会社の方針として、まあ回収フェーズ、今までばらまいたお金を全部回収していくぞっていう、そういうスタイルになってきたんだろうなっていう感じはしますが、まあさすがにね最近の低報酬で配達員が離れてること少しは心配してるんでしょうか。来週月曜日祭日、わずか10件で1000円ですけれども、特別クエスト出してますね。平日は全く報酬出す気ないよ、週末や祭日だけはお前ら頑張って働けよ、そんな感じなんでしょう。はい、ということで次は今日の結果発表簡単にいきたいと思います。オンライン時間が8時間50分です。走行距離が109キロ、今日の録画開始する前昼ピーク稼働した分も合わせますけれども、出前館配達してます。5件で約3300円、ウーバーイーツが21件で1万354円ということで、まあ両方合わせると約1万3600円ですね。時間考えるとどうだ、ちょっと少ないかな、報酬安かったからね、ウーバーさん中心にしちゃうとこんなもんでしょう。先ほども言いましたけど、明日1日休みあります。早起きできたら都内で頑張ってみる予定。とりあえず今日はここまでです。おやすみなさい。